おはようございます。お疲れ様です。ちょっと声ちっちゃくないですか。聞こえるだろうこれ。聞こえてますよ。聞こえてるよ、ね、はい、すごい生寺岸だ。生寺岸。寺岸さんすごいすごい嬉しい。いつものえいつものやつ。何いつものやつ。え、北野さんも見たがってます。いいっすか見せてもらって。何をなんかいつものなんか登場シーンとか。えもう最近やってないじゃないですか。騙されっぱなしで黙ってなお前ら本当に騙すでよ。俺は騙しやすいのかわからないけど。そうですね。やっといた方がいいです。あれ、はい、マジでいるかそれ。いりますね。すごい嬉しい僕今めっちゃ嬉しい。ちょっと暑さ吹き飛ばすためにちょっと見たいですね。マジかすごい。さすがの変態仮面。すごいすごい生で見れた。久しぶり。すごい嬉しい。行こう。まだ何の動画かも分かってない。何の動画か分かってない。今日何の動画ですか。あのここ瓦の屋根なんですけど、はい、なんか昨日ペコちゃんからちょっと相談もらって、はいはい、雨が持ってるみたいで、まあ、瓦が浮いてるって言われて、はい、ちょっと一回見てほしいって言われて。瓦が浮いてるってどういうことですか。なんか。まあ、写真で見たら、まあ、袖瓦と、まあ、平瓦と袖瓦っていうのがあるんだけど、はい、そこにちょっと隙間が空いてておかしいんだけどって言われて、はい、ちょっとそれを見てほしいって言われたんで、はい、今日は急遽ちょっと見に来ました。あ、そういうことですか、はい、現地調査みたいな。そうそう、現状です。行くかそうですねびっくりしました。何がびっくりしました。北野さんの方を見てこう喋っててパッとこっち見たらなんか変態仮面いましたねあるために違うマスクしようそうですね。なるほど。一回一回変えとるんですか。一回一回変えてますね。すごい、ね、やっぱプロですね。プロですね。普通のマスク飽きちゃってさ、はい、もう人とは一緒にかぶりたくないっていうみんな同じようなマスクしとるじゃん。だからかぶりたくないもんね。絶対かぶらんだろこれ。絶対かぶんない。あのゼブラかぶったんだで。え、かぶったんだで。マジですか。折ったんだでどっかのこれどこで買ってくるんですか。これわざ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 。じゃあ行きましょう、問題の場所に。あ、はい、お願いします。はい、ちょっと行きましょうか。穴開いとったんだよね。穴どこですか。お、ここ張り替えとんだけど。あ、この、え、この上の白い。お、そう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 。あ、段差あるでしょ。はいはいはい。穴開いとったもんね。穴開いてたんですか。穴、結構穴開いてた。で、あの巣が穴開いとるもんでさ、鳥がはい、だで、これこれで沖縄で、これ軒天のあれだね、うん、多分傘、ね、あのお客さんが、はい、うん、これあるもんで、うんうん、みんな取っちゃった。あ、自分で、ね、穴で余分にバーンって取っかして、はい、うんうん、ドラ奥まであったらしいもんで。あ、本当ですか。巣が、へえ。鳥には酷だけど巣は破壊させてますしょうがないですね。うんうん、中身はいないよ。ああ、中身はいないよ。ヘビとかいなかったですか。いねえって。それ違うのさると変わらない。ヘビ伊藤くんちやん。そう、僕んちっすね。で、今張り替えたんだけど、はい、でも、またここから水入りゃまた一緒なんだから。はい、で、どこが問題だったんですか。あの、河原は本当もっと下に下がっとらないかんのだけど。あ、これですか。うん、これこの河原なんですけど、本当はこれと同じ形なんですよ。山があって、はい、谷があって、はい、もう一回上がるんだけど、はい、本当はこの河原がもっと全体的にこっちに来て、はい、ここのこの山の頂上ぐらいが、はい、この辺になきゃおかしいんだけど、あえてこれ切っちゃってるから、こっから要はこの河原の上に落ちた雨水が全部この中へ中へ。上げたってわけじゃないですよね。あげてない、あげてない。北野さんとかが。あげてない、あげてない。いや、やるわけねえだろ、そんな。こんな上がってたんですか、ずっと。じゃあ。最初から上がってたの。へぇ。作りなんかなって、うん。でも、よく見ると違うしな、これ。ラインが。もうちょっと本当に下がっとらな。確かに。ハーフのラインが違うでしょ。うん、こんな太くなってますね。ボコンって上がっとるもんね。はい。ほんでもっと下げて打ち込まないとあんのだろう。へ、う、ぇ、ん。なんでこんな。この2枚だけね。はい。この2枚だけあのちょっと上に上がったんだ、はい、え、これも立てた時にから多分こんなのお客さんは何もいじってないって言ったもんで、はい、いつの間にか天井に穴開いたもんで、はい、あの水で腐ったボードが
あ、足場班じゃないですか。いや、足場班ガーンってやったのかなと思って。いや、そんな やつでもなさそうだと思うんで。はい。にしちゃ範囲が大きいもんね。足場だったらボコンでちょこっとだから。でも、リュウジ君なんで、リュウジ君なんで多分 やりかねないです。いや、そうだ。そうだろ。足場にしちゃ結構大きい。はい。あ、そうなんですか。うん、穴開いとったもんね。これは足場じゃねえだろうと思ったけど。はい。お客さんに聞いたら、最初から。はい。あの、腐って水で。あ、はい。で、心これじゃあ、雨で全部腐って、そうそう、から全部雨漏りと、雨漏れもうこれ完全に雨漏りですね。多分ここなんかもう腐っちゃっとるで、ポロポロっすね。うん、一応防水紙はあるんだけど、もうビリビリに破れちゃってるから、はい。で、多分この辺りで、はい、もう完全に雨が持っちゃってて、はい。これサイディング打ってあるんだけど、もうこれも水吸っちゃって、はい、多分もうボロボロになっちゃってる感じかな。で、もしかしたらこの中のたるきとかもいろいろあるんだけど、それも腐っちゃって、はい、今屋根がちょっとこう下がってるんですか。下がりかけてる感じ。結構大変。結構重症だよこれ。でも気づかないですよね、こんな。気づかないね、実際こうやってこんなとこだったら、うん、これ、うん、ちなみにじゃあ、あの気づかずにずっと放置したらどうなっちゃうんですか、こういうのって。まあさ、まあ、まず真っ先にこの多分軒天この部分が腐って穴が開いてる、はいはい、まあ、ここの最初の場面みたいな感じだったと思うんだけど、はい、今度、まあ、中のコンパネとか、はい、このタルキって呼ばれるものが腐ってくると、はい、この一帯だけもう屋根がドスンと落ちてくる感じ。落ちるんですか。結構ある。あるんですか。うん、まあ、まず瓦が真っ先に抜けてくるもんで、はい、ね、全然あれなんだけど、一回よかったらめくってみましょうか。いいんですか。ああ、いいですよ。ちゃんと元に戻しとくんで。はい、いいですよ。なんかボンドでくっついとるぞ、これ。あ、本当ですね。ボンドですか。ん？じゃあ、うん、だって普通は、うん、普通何でつけるんですか。普通は釘で止まっとるだけなんだけど、はい、なんかめっちゃボンドが効いとるみたい。ボンド、うわ、やばいね、ちょっとこれ。ヘビってやつか。いや、ヘビはいないけど、うん、よいしょ。あ、本当はボンドついてる。うん、え、ごにごにょする、うん、まあ、これまあ多分ボンドでつけたと思うんだけど、まずここに本当はコンパネがいるんだけど、はい、コンパネがもう腐っちゃってなくなっちゃってる。コンパネって言うんですか。うん、合板がおるんだけど、はい、うん、それが腐っちゃってなくなっちゃってて、はい、これめくるともう穴がここに白い板が見えるんだけど、あの番、はいはい、数字が書いてある、あれはこの軒天の裏側なんですよ。で、ここにタルキがおるんだけど、真ん中の太いですね、口開けとる、うん、これタルキもちょっと腐っちゃってる。だからもう屋根の下地がなくなっちゃってて、どうするんですか。だってもう一回本当にある程度めくっちゃって、はい、で、タルキが腐っちゃってるのはもうタルキも新しくして、はい、で、新しい合板で屋根を作ってあげないことには、はい、まずルーフィングは引けないからね、防水紙が、はい、うん、で、それをやったら防水紙を張ってからまた瓦を元に戻すんだけど、はい、最後の収まりが、最後の列がこういう風にならないように、はい、ちゃんと山で終わるようにちょっと調整して、はい、やり直すっていう感じ。めちゃくちゃ大変ですね。うん、立てた人が、そうやね、建てた人というよりまず瓦屋さんだよね、これ最初の。なんでこんな風に終わるようにしちゃったんだろうって。瓦屋さんか、そんな重症だったんですか。うん、最初は僕てっきり屋根が本当はここまであって、はい、で、屋根を切ったからこういう収まりになったんだろうと思ってたけど、はい、さっきお客さんに聞いたらそんなことはないって、最初からこの状態だったっていうから、はい、ますます謎が深まったかな。結局ここを直さんことにはこれがまた悪くなっちゃうから、なのでちょっと一回ね、ここは一回塗り替え道場さんと相談して
どこまでやるか、そうそう、うん、まあ、やっぱりお客さんのご予算っていうのもあるから、はい、うん、うわ、結構大事になっちゃうと思います。全外ってことですか。まあ、全外まではいかないけど、まあ、ある程度、うん、ある程度はめくらないと、はい、ね、調整してここを一枚もんにしたいもんね、一番最後、はい、うん、だから どうだろう、何列かはめくらないといけないと思う。うん、むっちゃ大変じゃん、うん、え、こういうケースはあるんですか。まれにあります。まれにあるんですか。うん、立てた時にってことですね。うん、え、そういう時はどうやったら防止できるんですか。それしょうがないですか。うん、人の川原店さんに頼むと。ああ、そうですね、あの言ってもらえればあるんですね。うん、そうやね。まあ雨漏りにもいろんな原因があるんだけど、これは完全に最初の施工ミスで持っちゃってますね。うん、でもしこのお客さんが、はい、まあ、たまたま今回隙間がおかしいってことで気がついたけど、はい、もしそれに気がついてなかったらこのまま工事が終わって何年か後に屋根が落ちてくるとか、そういったことがあったかもしれないもんで、まあ、本当に気がついてよかったなって。そうですね、うん、重症というか。ああ、結構重症ですね。そうなんですか。うん、なのでお客さんはこのままじゃダメかなって言っとったけど、はい、やっぱりちゃんと直してこないとまたせっかく張った軒天とかも腐っちゃうし、はい、まあ、やっぱり屋根が腐っちゃうといけないんで、はいはい、できることならここでしっかり直してあげたいですね。まあ、お客さんにとっては追加工事になっちゃうんで痛いと思うけど。多分痛いですね。とりあえず今見たんで、はい、また見積もり書を出します。見積もり書またいざ工事になる、工事するってなったらまたちょっと。ああ、いいですよ、いいですよ。うん、多分お客さんとしても記録を残しておいた、残しておきたいと思うもんで。そうですね、こういうのは。うんうんうん。北野さんもあれですよね、YouTube。あ、やってます。ぜひよかったら。また僕も塗り替えさんの動画に出させてください。あのあれですね、北野さんの YouTube にちょっととある。あ、某、ね、昔多分塗り替えさんにいた某 YouTuber の方。うん、丸西くんという。まあ、丸西。そう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 。生存。うん、あの製造確認、ね、製造確認できるんで、はい、そうです、ね、今結構ね独立して結構頑張ってるんで、はい、ね、いろんなとこ行ってるし、うん、あの子は元気だよ、だで、そうですね、うんうん、今頑張ってますんでよかったら見てやってください、はい、ちょっと全く関係ないですけど2人から、うん、あのちょっと神奈川出店、関東出店にあたって確か足場とシーリングの職人さんが足りてないみたいなんで、まあ、募集してください。募集してるんでよかったら来てください。9月からやったっけ、8月だったっけ。9月か10月くらいじゃん。あ、ちょっと変かな。うんうん、宣伝お願いします。あれ、求人求人道場か、はい、外壁ところのマッチングはもう終わったの。終わってないです、まだ募集してるんじゃないですか。募集してるのか、まだ。マッチングとか、じゃあ求人道場。俺は求人道場だもんな。まあ、詳細は多分画像出てるんで。画像で出るで、はい、まあそれ見て。今多分画像出てる。ピッて出とる。ピッて出た。へ、社長が偉そうにこうやってやった。よく見てる。そうなんでしたっけ。そうそうそう。へぇ、はい、ね、まあ、あともろもろお願いします。はい。もろもろ。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ。また。うん、また見てね。テラギさん言ってくれないですよ、ね、まだ見てない。テラギ支流がありますもんね。ちょっとまた次の動画で会おう。そうね、いつも。いたからにはまた出ないかんですよ。また出ないかん。また出ないかん。新しいマスク作って。新しいまた作ってこないかな。かも仕掛け。あのドッキリの。何のドッキリ？ドッキリの騙される役です。ひでえ。ちょこちょこ騙されてますもんね。本当ひでえ。正直。ピザぐらいだったら可愛いもんですよね。ピザ、あのピザの大概だったって。あれ見ましたよ、僕。面白かった。あれ面白かったっすね。いや、もう昼食っとったら完全に断っとるっすね。いらんてって言って普通に断っとるっすね。あれ昼食ってないもんで、私は腹減っとるなとか、うーって見て。そうなんすか。へぇ。
あれ完全にお客さんが頼んだやつかと思ったこっちに声かけてくるもんで、ああなんか現場の人にって言われたんでって言ったら金も払ってねえって言ったんだからお客さんじゃねえのは分かった、ね、お客さんは大概あやつやね、うん、やつの仕業で、いや、やつ、あれでやつが帰ってこんもんでまさかと誰だこんなの仕掛けやがったの、あ